皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天のラジオクラウド、今日は685回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは2月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はゲストコーナーをお聞きください。それでは今日のゲストです。テルマエロマエの作者、漫画家、文筆家の山崎麻里さんです。おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、お会いできるとは思ってなかったのでとても嬉しいです。ありがとうございます。もう日本に本当に長く滞在しておりますから、もうこういう機会もまたね、普段はというかイタリア在住で、日本にほとんど1年で2週間くらいしかお戻りになってないので、たびたび帰っては来てはいたんですけども、2週間以上滞在することはないっていう感じですね。2週間いてはまたイタリアに戻るか、また別の国に行くかとか、そういうことの繰り返しだったんで、こんなに1年以上もべったり日本にいたっていうのは何十年かぶりです、ね、そうですよね、なので普段でしたらね、こうしてスタジオに来てくださるというチャンスもないんですけども、今回のことがね、今回だけは幸いしまして、山崎さんに来ていただくことができたと。おかげさまで。ありがとうございます。山崎麻里さん、カタカナで表記されますけども、プロフィール紹介いたします。東京都のご出身、北海道千歳市でお育ちになりました。17歳で絵画の勉強のためイタリアに渡り、1997年漫画家デビュー。2008年、古代ローマを舞台にしたお風呂の漫画、テルマエロマエが大人気に。その後、2012年に映画化、大ヒットを記録します。現在は日本とイタリアを行き来しながら漫画家、文筆家として活躍していらっしゃいます。テルマエロマエの漫画はね、皆さんご存知だと思いますけども、で、山崎麻里さんのね、名前もカタカナでこう全部書いて、で、お顔立ちもね、想像つくと思うんですけども、本当にパリッとしてね、かっこいい、パリッとしてっていうのはどういう感じだろう。オーケストラの指揮者みたいな感じで、ちょっとね、ジャケットを召しで、ジャケットを召しで、本当に素敵ですね。そうですよね、ありがとうございます。で、徐々に世の中にこの人面白い人だっていうのがバレ始めてますよね。大してパリッとしてません。そうですよね、破天荒な。元々じゃあれですよね、絵を勉強されてたということで、どういう絵をお描きになってたんですか。油絵なんですけど、油絵と美術史をやってたんで、漫画家になる予定なんて全くなかったんですけどね。そう、きっかけ何なんですか。きっかけですか、油絵だと食べていけないので、絵を描いて食べていける職業って何だろうと思ったら、漫画だって思い立って、それで28の時に初めて漫画描いて、見よう見まねで、ぐちゃぐちゃな、めちゃくちゃな漫画。そうです、でイタリアや世界にいながら日本の出版社の方とやり取りして、いや、要するに新人賞っていうのをもらった時に、これで一旦日本帰ろうかなっていうのは、まあ、話が長くなるんですけども、でその時シングルマザー、要するに結婚してないけど子供が生まれちゃって、何か手に職を持たなきゃいけないと、社会的な仕事をしなきゃそろそろやばいなと思って、よし漫画描こうと思って、社会的な仕事っていう発想で漫画っていうところ自体がもう間違ってて、それまでの私の出自が分かると思うんですけど、そう。でそれで新人賞引っかかったもんだから、賞金10万円出てね、その10万円で当時のアイロフロートソビエト空港っていうのがあって、航空っていうのがあって、それでチケット買って、子供連れて日本に帰って、でよしここから改めてスタートしようということで、それで漫画家に気がついてたらなってたっていう。そうですか、古代ローマと日本の戦闘文化を結びつける発想っていうのは昔からお持ちだったんですか。ないですよ、そんなものないけども、だから要するに長きにわたる海外暮らしでね、なかなか浴槽のある家っていうのに暮らせなかった、で私中東、エジプトとかシリアにちょっと長くいたことがあって。そうですか。そうです。でシリア、エジプトに行くと、実は皆さんご存知ないですけど、すごく保存状態のいい古代ローマ遺跡っていうのは、実はローマ、イタリア国内じゃなくてそういうところに行った方があるんですよ。そういうところに行くとね、管理が行き届いてなくて、遺跡に人が住んでるんですよ。本当にこう世界遺産になってるような遺跡に洗濯物が干したんですよ、ブラジャーとかパンツとか。これどうしたのと思ったら、中からおじさん出てきて、うちになんか妖怪って言うんですよ。これうちって、これあれ世界遺産2000年前の、全然分かんなくて、いや住めるから暮らしてるしって、羊も全部この中に飼ってるんだとか言っちゃって、あれ見た時にすごいタイムスリップ感があったんですよ。私今
どの時代にいるのみたいな、うん、そうですよね、普通に奈良の正倉院に人住んでるみたいな感じで、でそういう遺跡に行くとね、いっぱい浴場の跡っていうのがあって、ローマ人ってすごくお風呂好きあったんで、一区画に2つぐらいお風呂屋さんがあったんですよ、で使われてない浴槽の跡とかねあるんですよ、悔しくてね、これが未だに営業してたら私入れてたんですね、家に行ってもないわけですよ、そういった思いが募り募って、そのシリアのあたりに住んだのがポルトガルっていうところだったんですけど、ポルトガルはねすごく昭和の日本に近いような、あの生活空間なんですけど、そこにいるとなんかこう昭和の銭湯を思い出しちゃってね、でそこもお風呂なかったんですけど、その時は、お風呂に入りたい思いと昭和への思いと、あとそのシリアで体験したタイムスリップ感っていうのがある日ですね、化学変化を起こして、こう何気にこうアイロンをかけてたら急に日本の銭湯の浴槽からローマ人が飛び出してくるっていう絵が浮かんだんですよ頭に、でそれ自分で絵に描いてみたらすごいバカバカしい絵で面白くて、でそれを日本の友達に全員でファックスで送ったら、ねえマリー頭大丈夫ってみんなに言われて、いやいやいや言われたけど、でもなんか面白いじゃない、そうですね、でこれを膨らませたら、変な話にならないかなと思って、最初同人誌用にちょっと書いたんですよね、そうすると結構それはあの同業者に受けが良くて、いやいや大ヒットですよ、テルマエロマを読んだ後今の話聞いたら、まさにそのね、古代ローマ人が銭湯からザバッとね、顔の濃い身長の高いローマ人が出てくる感じの、あれって日本に帰って、あの日本でほらヒットしたわけじゃないので、海外に在住時にヒットしたっていうのは知ってたから、どうしたんだろう日本と思ったんですよなんかみんな古代ローマがそんなに好きだったの日本ってっていう不思議でしょうがなくて、そうびっくりでしたね、私も本当に。古代ローマ帝国ってイタリアだけかと思ってますけど、ものすごく広くて、あのイラクの方までそうだし、エジプトとかチュニジアとかスコットランドもありますし、イギリスの半分くらいまで古代ローマ帝国ということで、古代ローマ人お風呂相当好きなんですね。大好きですね。だからなんていうのかな、古今東西お風呂に体を洗うために入らないっていう民族は古代ローマ人と日本人ぐらいじゃないでしょうかね。この、ウォッシュするって感じじゃなくて、使って、要するにメンタルリフレッシュをしながらそこで大事な話し合いもしちゃったりとかね、要するにその精神的な、あのリラックスデーションのために入るって目的のためのお風呂っていう用い方をしてたのは日本人かローマ人だけ、ものすごい共通点じゃないですか。そうですね、で古代ローマの人たちは浴場そんなたくさん作る必要あったんですか。ありましたね。だって最盛期にはローマの街って、まあ、行かれたことあるかどうかわからないけど1000軒あったんですよ、あの銭湯が1000軒のうちに、あのうちにあと何軒かは皇帝が作るようなすごく大きなあの浴場があって、まあ、人々はそこで日がない一日過ごして、みんなとおしゃべりしたりとかご飯食べたりとか、図書館で本借りたりとか、まあ、夜はなんかお姉さんがいるところがあったりとか、いろいろそう楽しめる施設だったんで、水道とかはしっかりしてたんですか。素晴らしいインフラが充実していて、多分ねあの当時の水道供給量が、昭和の時代の日本と同じぐらいだったっていう、そのくらい水道があったんです。水道というか水の供給量が2000年前で進んでたんですよ、いろいろですね。で蒸気の要するにあの機能っていうのも分かってたんで、もしかするとですね2000年前とかに産業革命が起きてもおかしくないぐらい進んでたんですよ、ことが。なるほど、蒸気の出し方知ってるわけだから。蒸気の出し方とあとこの水道のインフラだったりとか、まあ、水洗トイレでしたからね当時ね、もうすでに2000年前で、で古代ローマ人が自分の帝国を広げていく先々で、まあ、自分が住む領地にしたらそこにお風呂作って、っていうことを繰り返して、そうです。お風呂っていうのがやっぱり、ね、最大のなんていうのかな、こうどんなところに戦争に行ってもお風呂を作ると大体戦士はそこでまたなんていうのかな、リフレッシュして次の戦力を培うことができるじゃないですか、そういうことが分かってたんで、あちこちでやっぱり喜ばれるんですよお風呂を作るとね、そういうストラテジーも駆使してあれだけの大きな帝国になったっていう。面白いですね、でも今のイタリア人は浴槽文化ないですもんね。入らないですね、みんな泡だらけにするしね、浴槽の中よくないですねあれね、もう、もったいない、もったいない。さて、山崎麻里さんに今日は激動の人生をこんなテーマで今日は語っていただきます、山崎麻里は一日にしてならず、まずは一気に紹介します。山崎麻里は一日にしてならず、その1、14歳ヨーロッパ一人旅、その2、17歳すべての道はローマに通ず、その3、28歳詩人との別れ、以上の3つです。山崎麻里さんの人生はなかなかぶっ飛んでんですよね、すごい抽象的なテーマになってるね。14歳ヨーロッパ一人旅、これは
当時北海道にお住まいになってたんです、ね、そうですね、あの うちは本当に北海道と縁もゆかりもない家なんですが、母がビオラ奏者って、ビオラっていう楽器を弾く奏者なんですけども、北海道のオーケストラに入っていたので、はい、それで家族でみんなで暮らしてた時期があって、そんな感じ、はい、やっぱお母さんの、あの今山崎さんが普通に札幌交響楽団のビオラ奏者って言われても信じますね、そういう感じ、今日の服装型、やっぱり音楽バタっていうか芸術バタの血を継いでらっしゃるなって感じが、でお母さんがビオラ奏者で、はい、それで山崎さんがそこのお母さんの元で育ってて、そう、あの北海道にまあ連れて行かれて、というか北海道で育てられたんですけども、ほぼほったらかしですよね、さっきみたいに父親がいなかったんで、はい、もう私と妹がいるんですけど野放し状態で、うん、でそういう中で、まあ、なんていうのかな、大自然に囲まれながら、まあ、くらあの育っていったんですけども、ある日、そう、ある時突然うちの母がね、14歳の時に中学校2年の時に、はい、いきなりちょっと悪いんだけど、あのフランスとドイツにいる友達のところにあんた行ってきてくれないって言われて、何をいきなり言い出すんだろうと思ったら、1ヶ月ぐらいね、行っといでよって、私本当は行くはずだったんだけど行けないから、彼の人たちにあげようと思ってたプレゼント、あんたが代わりに持ってってちょうだいって言われたんですよ。ヨーロッパまで、はい、お使いに行けみたいなことですね、はい、もうその辺山手線乗ってここからあそこまで行ってこいんですそうですよね、はい、ちょっと目黒のおじいちゃん家におはぎ届けてみたいな、そういうノリです本当にそういうノリです、で私この人何言ってんだろうって思ったんですよ、だからいいじゃないって言ってくればいいわよって、1ヶ月ぐらいやったら大丈夫平気よなって感じで、あのね、うちの母って本当にあの昭和一桁生まれで戦争体験者なんで、全部大したことない、なんとかなるわよ、この2つでできてるんですよ、だから大丈夫なんとかなるわよって言われて、気がついたら、まあ、行く手立てが整えられていたんですが、じゃあそのお母さんのお友達に届けるものを持たされて、でもね、実はそれが本当は目的じゃなかったんですね。っていうのは、私14の時に進路指導の先生に、お前大人になったら何になるんだって言われて、私こういう白紙とかこう白い空間があると絵ばっかり描いてたんで、自分は絵で生きていくしかないって思ってたんですよ、そしたら先生に、お前絵なんかでやったら飢え死にするぞとか、食っていけないぞって言われて落ち込んでたんですね、その時に母がそういう提案をして、結果的にですね、あのその旅の最終目的はルーブル美術館で絵を見てくるっていうことで、うちに飾ってあったモナリザのレプリカの本物を見てこいっていうのが彼女からの指令だったんですよ。でもそうすることによって、まあ、昔からね、お金にならないような仕事であってもやってきた人がいて、残したものがあったからこういう美術館ができたよってものを、まあ娘に見させるっていう、そういう作戦ですよね、一種の教育、それは後から分かったんですけど、でもちょっと14歳の娘一人ね、知らないヨーロッパに突然ポーンと送り出すっていうのは相当な覚悟いりますよね。いや、今逆にね、お母さんになって考えられないですよね、なんかあの時は魔が差したって言ってましたねなんだかよく分かんないけど言っちゃったのよ、そしたらあんた行くって言うから、じゃあいいかと思っちゃったんだって、私が旅立った後で、わ、失敗したと思ったんですって、なんか私今とんでもないことしたかもみたいな感じになったらしいですよ、まあでももう行っちゃったししょうがないなみたいなでも1ヶ月後にちゃんとちゃっかり戻ってきましたからね。言葉とかどうしたんですか。いや、もう全然です、英語なんて中二英語しか分かんないから、もうそれでなんとかやりくりして、あの時ね、六角語同時大訳っていう、なんかこう本があったんですね、一応手に持ってましたけど、間に合うわけないんですよ、自分が言いたいこと探して、もう途中でもういらないって捨てましたね、それはっきりただ日本語で通した方が早いと思って、そう。でも北海道の14歳の女の子、ヨーロッパ一人旅、よくやりましたね、本当に、よくやりましたね、よく戻ってきましたね、今みたいにインターネットとかあるわけじゃないから、もう行く先々で看板見て人に聞いてやるしかないんですもんね。そうなんですよね、しかも1ヶ月も学校休んでですからね、そうですよ、休めって言われたんですよ、いいわ休んじゃえって。いや、だからやっぱりそこはやっぱりね、芸術家のお母さんっていうかね、私の方から学校行きたいって言って育ってきましたもんね小学校の時から、今日天気いいからさ休もうよって、休みがあんまりない人だったんで、そういう時、今日学校行きたいって、いいって休んじゃえって私が休みなんだからいいことしました、そういう人です、そう。パリのルーブル美術館いかがでしたか。いや、もう圧倒しましたけど、モナリザははっきり言って見ませんでした。人だかりができてて、もういいやって、あのおばさんの絵だったらうちにあるからと思ってもう見ないで、それよりもむしろ下の方 の古代ローマギリシャセクションっていうのちょっとどぎも抜かれてね、2000年前にこんなもの作ってた人たちがいたんだっていうのが、だからそれがまあ後々に私の役に立つんだけども、そう、ルーブル美術館なんて大きいですもんね。大きいですよ、あんな一日で回れないし、ね、疲れてくるし、まあ、義務として行かなきゃいけなかったんで行ったんですけど、いやいや、船橋ララポートの8倍って言ったっけ。いや、もう寝れませんよ、そう、分かりやすいね、対比すると。そう、まあ、でもまあ母はね、やっぱり私に絵の道で行ってもらいたいみたいなのが、まあどっかにあったんでしょうね、彼女も音楽家だし。
でそこでなんか運命的な出会いをしたという、うん、そう、その私が列車に乗り込もうとした時に、はい、私の後をつけてきたおじいさんがいてね、そのおじいさんってホームで待ってる時から私の視界に絶対入るんですよ、うん、で私絶対疲れてつけられてると思ったの。怖い怖い怖いでしょ。ありますね、なんか変な、ね、変な帽子かぶってるからすごい目立つの、うん、でどこを向いても入るんですよ、そういう人いますよね。やばい、そう、うん、やばいやばいって言って、それで列車にバッて乗り込んで、うん、コンパートメントってあの部屋みたいになってるからバッて入って、うん、ドア閉めたら、うん、そのおじいさんガラッて乗ってきて、うん、終わったと思って、そしたらそのじいさんすごい怒ってて、やたらと、お前家出してきただろうって、お前の母親や父親は心配してるだろうって言われてから、違う、母親に生かされてるんだとか、お前そんな変な弁解するんだとか言われて、違うんです、可愛い東洋人が一人で、もうどう見てもあの10歳ぐらいしか見えないから14歳 で家出をしてきた少女が一人であんなとこでうろうろしてたら変な男に連れて行かれるんじゃないかと思って、俺は気が気じゃなかった、お前が一番変な男だろうって、その時思ったんですけど、見守ってたんですって。さん、それは言葉フランス語で分かったんですか。いや、あのイタリア、あのね、拙い英語だったの。英語で、うん、中2レベルぐらいで英語だったの、だから分かったの。なんとか分かったんですよ。なるほどって、違う違う、私のマザーは、うん、ノー知ってますって言って、うんうんうん、それでそしたらそのじいさんが信じられないから、うん、じゃあお前がきちんと帰ったらお前の母さんから手紙を、うん、私によこせと、いう条件付きで許してくれましたけど、はい、すごい、まあね、心配してくれて嬉しいっていうか、あ、その時に怒られたんですよ。でお前はそれでヨーロッパの、ね、絵を見たいっていう旅をしてるのは分かったが、あのどこ行ってきたんだっていうか、フランスとドイツだって言ったら、そこですっごい怒り出して、はい、バカじゃないかとか言われて、それでストゥーピドとか言われて、なんでって言ったら、イタリアが入ってないだろ、うん、紙に書けって、お前すべての道はローマに通ずって書けって言われて、書いてね、じいさんに言われるかも、でイタリア人のじいさんだったんですよね、結局でその人が私にとって運命の人になるって、その後ね、そう、だからこの時この旅をしてなかったら今の私も、うん、テルマエの前もなかったっていうね、すごい、その駅での電車の中の出会い、出会い、無理やりな出会い素敵な出会いじゃない、無理やりな出会い山崎さん、この話フィクションじゃないですよね。いや、だから自分で話しててすぐに嘘話してるみたいになるんですよ。だんだん皆さんのリアクションを見てると、私今嘘話してるんじゃないだろうかと思うんですけど、本当の話紙に、うん、全ての道はローマ、オールローズトゥリードトゥローマは書いてあって、そう言われて、書いてイタリアを見てないなんて全然ダメだと思う。そう、イタリアのコーナーヨーロッパの旅だとかもセンスなさすぎるみたいな、コーディネートした人は本当おかしいとか言われて、すごい怒られて、それがだから山崎まゆさん14歳の初のっていうかね、うん、ドキドキの海外旅行なのに、ヨーロッパってこういうところなんだっていう、びっくりですよ、そんなもう、あのなんか夢にあふれる素敵なロマンチックヨーロッパなんて、もう幻想は全くなくてね、うん、私にはもう早く帰りたいっていう怒られちゃって、知らないおじさんに、はい、はい、そうなんです。さて、はい、漫画家文筆家山崎まゆさんにお話聞いてますが、はい、2つ目、はい、山崎まゆは一日にしてならず17歳、すべての道はローマに通ず、ここに繋がりましたね。繋がりますね。っていうのは、さっきのおじいさんがですね、はい、そのお手紙をうちの母親が書いたわけですよ。心配をおかけして申し訳ありませんでった、うちの娘が言った通り私が行かせた旅でしたっていう、うん、はい、で娘は日本に無事着きましたと。そしたらそのじいさんとうちの母がすごいメルトモになっちゃってもう1週間に1回お手紙届くみたいな、すごいなんかお友達になっちゃって、会ってもいないのに、でもそれ、おじいさんって戦争時代にインドで捕虜になってた時にオーケストラ作ったことがあるって、バイオリン弾く人だったんですよ、それで母が、うん、あら素敵な人に会った出会ったわねってね、うんうん、もう言っちゃって、はい、それでなんか仲良くなっちゃって、話あったんですね、話があっちゃって、でトントン拍子でその母親とそのマルコじいさんって言うんですけど、2人の間で私の進路まで勝手に決まってってね、どんどんマルコじいさんとお母さんの間で間でどんどんマリの人生こうしようとどんどん決まっちゃって、で17になった時にね、急になる前だ、あんたさ公認になる時にさ、って公認ちょっと一回やめて、イタリア行っちゃえって言い出したんですよ、母に、はあ、学校やめて、そういいわ一回やめてって言われて、うん、でダメだったら戻ってきてまたやり直しすればいいわよって言われて、はい、それが公認になる時で、でマルコじいさんのとこに行くんですか。マルコじいさんのとこに行かされましたね、勝手に決まってたんで、いろいろよかったっていうか、うん、いやでも私は別に学校辞める気も何もなかったんですよ、なのにもう行くしかないわよって言われてこんなこともうめったにないんだからって言われて、それで高2の夏休みに急遽イタリア行くことになって、イタリアの情報なんか何も入ってないと、私は頭にね、なんか女ったらしな男の人しかいないみたいなイメージしかなくて、そんなとこに行かされるのかと思いながらね、
で丸子じいさんの家にお邪魔することになるんですか。なるんですけど、でも丸子じいさんの家にいたのは束の間で、丸子じいさんが紹介してくれる先生がフィレンツェにね、はい、あの美術学校の先生やってるからそこにお前って行けって言われて、それでフィレンツェに行きました。はい、でそのフィレンツェの美術学校に留学するっていうことになりますね、はい、そうですよね。そうです。でそこにどれぐらいいらっしゃったんですか。11年ですねあったんですね。いやまあすぐ帰ろうかなって、嫌だったら帰ればいいやと思っていたんですけど、気がついたら11年経ってて、はい、まあ、11年いることになった理由はいろいろあって、やっぱりねその土地に長くいれるかどうかは、その土地で惚れる人がいるかどうかっていう、惚れるっていうおかしいんですけど、好きになる人ができるって状況変わっていくんですよ、やっぱり、恋に落ちるか、まあ、ほぼなんていうか、もう自分の幻想先走り系の、要するに恋愛というものだったんですけど、私の場合はね、なんか自分がそのシェアした家に毎晩夜になると毛玉のついたセーターに白いマフラーを巻いてモリエールの刺繍を持って震えながら帰ってくる精霊がいたんですよ。それって私があの子供の頃に読んだ少女漫画に出てくるような人だったんですよ。誰かがこうつなぎ止めておかないと風に飛ばされていかせてしまうような、そういう人だったんですよ。でなんかこういう人って本当にヨーロッパに来る人いるんだと思ってね、で気がついたらその人にあの勝手な恋愛妄想を抱いていて、でその人と付き合うようになって。仕事何してる人だったんですか。詩人ですよやっぱモリエールの詩人、あの詩集を抱いてるだけで、詩人ですから経済生産性はゼロですよ。はあ、私も絵描きですから全く収入ないですよ。いやいや、絵描きと詩人の恋なんてね、もう終わりですよ要するにこの世の終わりですよ少女漫画からしたら本当に憧れのでしょ、本当にこういう人がいるんだっていうね、そっちの方が多分優先順位だったんですよね、お金のことより、イタリア人で本当にかっこいいわけですね。かっこよかったかどうかわかんないけど、か弱い感じだったんですよね。あ、そうですか。なんかこうそう、華奢で、華奢で、あと毛玉のセーターっていうのが、毛玉がいいんだ、毛玉です、そう、細身で、白いマフラー、でちょっと震えてる、そして詩の朗読をしてくれるあなたの前でもう恋に落ちますよ。詩の朗読してくれるんですか。詩の朗読してくれましたよ。君に今日はこの詩をあの語ってあげようみたいな、もういっぺんに恋に落ちますよ。それだって恋に落ちてなかったら笑っちゃいますもんね。そうですよね、笑っちゃいますね。どっちかですよね。それで私は分かった、じゃあ私はあなたのデッサンを書いてあげるみたいな、ね、あ、でも着々と腹は減っていくっていうね。そうです。それでじゃあ詩人の恋人ができたんで、できたんで11年いっちゃったわけですよ。11年いて詩人を養わなきゃいけないしね、いろんなアルバイトしながら、はい、で山崎まりさんが稼ぐわけですか。そうですね、当時日本はバブルだったんで、もうどさっと日本の観光客が来るようになってた時期だったんですよ、で私の仕事は別に足りてたんで、頑張って仕事をして、詩人が本出したいって言えば、分かった出すよ、あなたのためにじゃあ本を出すために頑張るって稼いで、1000冊本を吸って1冊しか売れなかったんで自己満足の世界ですよね。いやいや、でもやっぱり、17歳でフィレンツェに行って、イタリアの詩人と恋に落ちるなんて、なかなかないですよ。そして食べさす、本当にね。でもそれでももらえるものがあったんですよ。やっぱり詩人がどこからかこうなんていうか仕入れてくるさまざまな文化的情報、まあ、映画だったり音楽だったり詩だったり、まあ、音楽もやってたんでね、はい、作曲家っていうのに入って、全然これもどんな曲書いてもちっとも何のお金もなりやしないみたいなでも面白かった。そうやってヨーロッパに行くと、経済生産性がないことでも一生懸命やってる人をみんな認める社会なんですよね、はい、そういう人がまあいなきゃいけないっていうのがあって認められてはいたんで、ただそれがからってね、あのご飯くれるわけじゃないから、誰もね、はい、誰かが働かなきゃいけないって。いやだからその時のいろいろ影響を受けたのが今のね、山崎まりさんのもしかすると血肉になってるのかもしれない、そうですね、はい、ことですね、はい、さて山崎まりさん、はい、もう本当お話面白くて、あ、もう落語家かっていうぐらいです。いやいやもう時間ですか。いやいや、まだまだ行きましょう。山崎まりは一日にしてならず、おしまいは28歳その詩人との別れ、ね、11年後ねきっかり、はい、この時ですね、実はまあ結婚はしなかったんですけども、はい、私11年付き合って11年で妊娠したんですよ、この詩人の子供をね、しかもなんかそのボランティア先のキューバっていうところで、なぜかね、ボランティア先のキューバで、キューバでのサトウキビを狩るボランティアっていうのをちょっとやっててね、でそこに詩人が、私が足しげくキューバに行くんで、お前なんかキューバで浮気してんじゃないかって来た時があったんですよ、でその時になんか、まあ、うっかりそういうことがあってね、で帰ってみたら風邪ひいた
と思ってたら風邪じゃなくて妊娠してて、うん、どうしようと思ってこんな経済生産性がない夫婦でね、はい、あ夫婦っていうかあのカップの間に生まれてくるって、まあ、そうですね、でもなんか産んだ方がいいような気がして、いやそうですよね、で産んだ時にあのくす玉が割れて頭の上で妄想くす玉、うん、でそこに詩人さよならって書いてあるんですよあのパカーン詩人さよならで、なんでかっていうと優先順位があるわけですよ、私やっぱ2人は育てられないから、うん、この今こう自分の足で立てない人間が1人生まれちゃったと、うんうんね、どう考えてもこっち優先順位だから、うん、詩人の人、ね、さよならって言って、うん、はい、それで詩人の人に申し訳ないんだけど、ちょっとあの別れようって言って、そう、くす玉が割れてそこの出てきた垂れ幕に詩人さよならって、そう、でうちの子供が羽の生えた天使のようにもうそろそろボヘミアンごっこ終わりましょうって、ね、ボヘミアンごっこはそろそろ終止符打ちましょうっていうのがあって、詩人は泣きますでしょ、いやもう大変でしたね、そんなにさっくり分からないんで、やっぱりちょっと、1年2年ぐらいはまあいろいろ揉めましたけど、あそうですか、はい、でシングルマザーでイタリアで息子さん育てるというステージに入るわけですね、はい、そうですね、だからどうしようかなと思って、うん、何か手に職を社会的な仕事をと思った時に、そうだ漫画を描こう、漫画さえ描けば私は生きていけるってちょっとその時思ったんです、そこで、ね、そこで、うん、28の時にそうですか、はい、見よう見まねで描いたこともない漫画を描いて、うん、それを送ったらたまたま、まあ、小さい賞に引っかかったっていう、いや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 、はい、もう本当にお腹いっぱいですよね、すいませんね、もう一つも持って喋ってないですよ、いや本当むしろあの原点性で喋ってる、うん、もっともっと本当はいっぱいあるんですけど、本などで山崎さんのこれまでを、あの拝読したことあるんですけど、やっぱ生で聞くとまたすごく違いますね、普通はね持って話してこれぐらいになるんですけど、山崎まりさんの場合そぎ落としてでもこれぐらいですね、そうですね、相当そぎ落としました、今いっぱい端折りましたよ、ね、すいません、はい、はい、で今息子さんと、旦那さんいらっしゃいますよね、で旦那さんは違うか、旦那は全然関係なくて、あのその私シングルマザーになって日本に帰ってきて一人で仕事をしてましたと、はい、でその時にうちの母親がそのマルコじいさんね、昔のマルコじいさんは亡くなってたんだけど、マルコじいさんの娘家族と仲良くしててずっと何十年も、はい、で遊びに行かないって言われて遊びに行ったんですよ、はい、そしたらそこに20歳ぐらいの変わった青年が一人いて、古代ローマの皇帝の名前全部言えます、ローマ教皇の名前全部言えますっていう、なんかあの古代ローマオタクが、そうそうそう、最高のオタクがいてね、でそれは誰かっていうとマルコじいさんの孫ですよ、ね、でその、孫とすごいこう、まあ、話があったとか、うん、ローマの分野だけですけど話があって、うん、でその後私が日本に帰ってきた後に、その人は知恵熱が出ちゃってね、喪失感で、ずっとそれまでねローマの話ってみんなにすると、はい、まあ、結構みんな引くじゃないですか、うん、はい、だけどやっと蛇口全開で三日三晩喋ってても面白そうに聞いてくれる女の人が現れたのに、いなくなっちゃったってことで、はい、知恵熱が出て入院しちゃって、入院したんですか、入院ですよ、山崎まりさんと心筋炎っていう病気になっちゃって、それでその集中治療室から電話かかってきて、あの僕はあなたと結婚した方がいいように思うんですけどって言われたんですよ、集中治療室から電話、電話かかってきて弱々しい声で、弱々しいものに弱いんですよ、弱々しい迫られ方するとノーと言えない、分かった、じゃあいいよ結婚するよって言って、だから結婚っていう概念が分かってない、うん、なんだかとりあえずずっとローマの話をしてたいっていう意味なんだなと思って、分かりましたって言ってね、結婚しましょうと、でしましょうと、で私はその時その、まあ、7歳ぐらいの子供がいたんだけど、その仲良くやってたからまあいいかなと思って、うん、はい、マルコじいさんのお孫さんと再婚したっていうことですね、そうです、再婚というか初めての結婚なんですけども、初めての結婚、だから私がマルコじいさんと会った時はそのうちの旦那は0歳だったってことですよ、うん、まさかそんなことになるとはマルコじいさんもお首にも思ってないんですよ、そうですね、はい、マルコじいさん天国でびっくりしてますよねきっとね、ってなってたでしょうね、そうなってましたけど、そういう、ね、ストゥーピッドって言ってるわけです、ストゥーピッドって言われた私が、ま、孫と結婚したがってるんだよね、すべての道はやっぱりローマに通じただろうみたいな、そう、信じられない、こんなことあります、もう本当に喋ってて嘘喋ってるような気持ちになってるんですよ本当の話ですよ、本当に ね、 ですね、はい、はい、あ、それではここで一曲お聴きいただきます、はい、豊島区のゴリララッパーさん37歳男性の方からのリクエスト、真心ブラザーズです、流星、お聴きいただきます。著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお聞きください。改めまして今日は日曜天国にゲスト、漫画家文筆家の山崎まりさんをお迎えしています、はい、山崎まりさんの最新作でオリンピックをテーマにした漫画オリンピア・キュクロスがグランドジャンプにて連載中です。
東京オリンピックを舞台に描く笑いと涙のタイムスリップ劇場、はい、ぜひご一読ください。はい、これはあれですね、古代ローマ人が今度は日本の昭和39年ぐらいにタイムスリップしてきて、63年のオリンピックに現れて、だってもともとギリシャで、ね、本当に小さな運動場でできたものがまさかこんなね、うん、あの経済力を持ったすごいイベントになってるなんて誰も思ってないんで、うん、まあ、そこから発想が始まったので、タイムスリップしたら面白いかなと思って、はい、古代人のタイムスリップといったら、まあ私がやるしかないでしょうってこと、はいはい、そういう漫画です。はい、山崎まりさんの古代ローマに対するなんか愛みたいな感じが伝わってきて、世界史勉強したいっていう ね、 そうですね、若い人たちというか、まあ、私なんかでも十分勉強になるような、ものすごく面白いし、やっぱり視野に飛んでるし、うん、学べることいっぱいあるんで、うんうん、ちょっとやっぱり歴史の勉強って苦手な人が多いから、はい、だからそれをその式をどうやって取ろうかなっていうのが私の一つのテーマだったんで、うん、一つはお風呂、もう一つは運動、うん、はい、っていう形で、はい、そうですね、またコロナの収束があるとイタリアに当然お戻りになって旦那さんのところへ、まあ、一旦戻って様子を見てきますが、はい、まあ、こうして長く日本にずっといるとこれはこれでまたいいかなみたいな感じにちょっとなりつつもあり、まあ、どこにいてもやっぱりね、うん、まあ、いろんな楽しみやそういったことは見つけ出せますから、うん、いやちょっとね、うん、山崎まりさんの人生、はい、30分、はい、なんか本当、ええ、ちょっと大河ドラマみたいな感じだ。本当にそうですよ。ちょっと喋りすぎて今血糖値下がってきて、なんか 手足がしびれてきた。困った。何か甘いもの。大丈夫です。大丈夫です。やっぱりあれですか、はい。自分の人生振り返るっていうのは普通の人間でもちょっとね、あのエネルギーがいるんですよ。うん、今喋っただけで多分200カロリーぐらい飛んでる。今、はい、はい、すいません、なんか。すいません、こちらはそして、はい、楽しかっただけです。またこれに懲りず、懲りずですね。そうですね、またぜひ第2弾というか、はい、ぜひお話聞かせてください、はい、今日はゲストに漫画家文筆家山崎まりさんをお迎えしました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。2月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎の日曜天国、三人寄れば文殊の知恵、ジャズがしみるよ綾戸知恵、 FM905AM954 お聞きの放送は TBS ラジオです。さて来週3月7日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは最近びっくりしたこと。ゲストはレースバト専門誌IQの友編集長、明神恵里さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。安住紳一郎の TBS ラジオクラウド、これはあくまで試供品、皆まで語れぬラジオクラウド、ぜひ本放送を聞きなされ。954905